はい、どうも、こんにちは。筋トレ好き整体師藤村です。本日はこちらですね。はい。正座ができない原因。はい。これがですね、先ほど来られたお客様ですね。新しく当院に来られたお客様だったんですが、あのね、もう半年ぐらい前から、こう、もう正座をしようとするときに膝が痛くなってしまったと。今まではね、こう正座するとき何ともなかったんですが、正座するときにこう膝が痛くなってしまいました。ということで、当院に来られました。で、その方のね、膝の痛みの原因を見ていったんですが、まあ、その前にですね、その方やっぱり整形外科とかに行って、もうヒアルロン酸の注射を打ったりとか、ちょっと腫れてる感じがあって水を抜いたりとかっていうのを、まあ、2、3回整形外科でやったみたいなんですけど、まあ、全く効果がなかったので、当院に来られたっていう、まあ、ストーリーがありました。で、まあ、その方のね、正座の原因っていうのを見ていったんですが、ですね、原因がですね、この筋肉にありました。まあ、これもうね、膝の痛みではもう鉄板中の鉄板っていう感じなんですけど、後頸骨筋ですね。はい。で、後頸骨筋はどこにあるかというとですね、はい。このですね、すねの骨の裏側についている、ふくらはぎよりももっと深いところにある筋肉ですね。はい。ここに後頸骨筋っていう筋肉が実はあります。でちょっとね、どこにあるかっていうのを絵で簡単に描いていこうと思うんですが、どれぐらい深いかというとですね、これすねの骨です。で、ここにこうお皿があって太ももの骨があって、まあ足の骨がこうやってあったとすると、後頸骨筋はもうこの、ほんと骨の真裏にこうやってこんな感じでついてる感じですね。で、このまま、足の裏までこうついてると。で、よくね、ふくらはぎのストレッチとか、するようなアキレス腱とかついてるのはそのもっと表面こんな感じでついてます、はい、なのでいかに後頸骨筋が深いところにあるかっていうのはわかるかなと思うんですが、実はですねこの後頸骨筋っていう筋肉は筋肉の膜がですね内転筋っていう内ももの筋肉とつながってきます。はい。このままねこれが内転筋っていう内ももにつながってくるんですけど、まあ、結構ね膝のね内側の膜とか深い膜ともこう膜がつながってくるんで、この後頸骨筋がですねガチッと硬くなってしまうとですね、まあ、正座をしようとした時にですねこの硬い方に膜自体がぐーっとやっぱり引っ張られてしまうんですよ。はい。その結果やっぱり膝に痛みが出てきてしまうっていうのが起きてきます。で、特にこの後頸骨筋はですね膝の曲げ伸ばし、まあ、しゃがんだりする動作だったりとか、こういう正座の膝の曲げ伸ばしが大きい動きが伴うときに、やっぱり原因になってきやすいところですね。はい。で、まあ、その方の後頸骨筋を治療させていただいたらですね、だいぶこう痛みが改善したので、まあ、セルフケアもね、覚えていただいたんですが、まあ、後頸骨筋のセルフケアはね、結構僕も今までお伝えしていると思うんですが、まあ、こうね、椅子に腰掛けていただいてですね。はい。でですね、まあ、ケアしたい方の足を反対のももの上に乗せます。そうするとちょっと黒で分かりにくいかなと思うんですけど、まあ、こう触るとね、すねの骨がこうあります。はい。で、すねの骨の裏側ですね。裏側を押すように両方の親指でグッグッとこう押してみてください。で、ちょっとこの膝のね高い位置から、くるぶしのところら辺までこうグッグッとこう順番に押していっていただくと、まあ正座して痛い方っていうのもほぼほぼ痛いんじゃないかなと思うんですけど、まあ必ず痛いところがあると思います。はい。痛いところがあったらですね、そのままぐーっと両方の親指で押していただいて、足全体をグラグラグラーと、はい、揺らしていきます。この時ね、イメージとしては、ここの足首もプランプランとこう揺れるような揺らし方が一番いいかなと思います。で、大体ね、10回とか15回ぐらいこう、ぐーっと揺らしていただいたら、またもう少し下の方とかっていうので、痛いところを探していただいて、痛いところあってまたグラグラと10回、15回とこう、揺らしていただく。これをね、上の方から下の方まで全部やっていただく。はい。そうするとですね、後頸骨筋結構、ケアできますので、まあ、ケアした後はね、そちらの足が、ケアした方の足が軽かったりとか、足先まで血液が流れるような感覚があるという方も結構いらっしゃいます。で、まあ、ケアしていただいた後ですね、またちょっと正座とかをしていただいて、膝の痛みを見ていただけるといいかなと思います。ということで、本日は、まあ、正座すると、まあ、膝が痛む原因というところで、まあ、この後頸骨筋という筋肉がね、もう非常に原因になりやすいところですので、ぜひね、今みたいなケアをしていただいて、ご自身の、正座した時の膝の原因、痛みの原因が、後頸骨筋にないかどうかっていうのを確認していただけるといいんじゃないかなと思います。はい。それでは本日も動画をご覧いただき、ありがとうございました。ちょっと暗いです。